こんにちは、森下アットホームの森下です。今日はですね、窓のね、可変断熱、まあその窓のね断熱をこう調整できる、まあ部材があるんですよね。まあこれよく知ってる人は知ってるんですけども、あんまりピンときてない人、知らないって方もいらっしゃるので、今日はそのことについてお話し紹介をねしていきたいと思います。まあそれは何かと言いますね、ハニカムスクリーンでっていうことになるんですよね。まあハニカムスクリーンとかハニカムブラインドとか、まあちょっと言い方はそのいろいろ会社さんとか個人によってありますけども、まあこれなんですよね。これによって窓のね可変断熱ができるっていうところなんですけども、いつもね、まあ僕のちょっと板書きを見てもらえたと思うんですけども、どういうもんかというとですね、まあこんな感じ、蜂の巣のような六角の空気層で作ってるという、まあ、スクリーン、ブラインドになるんですね。まあ絵よりまあ現物の方を見てもらう方がいいかな。こんな感じです。大丈夫ですか、見えますかね。こんな感じね、こうビヨーンとアコーディオンみたいな感じになってね、どうですかね、ここがね六角になっててね、これがこう伸ばすと六角で、畳むとこれがシューッとなってる、こんな感じのもんなんですよ。 でこう見た目はこんな感じですよね。で、それからまあ場合によってはですね、こんな感じでこうなんかちょっと大小合わせた六角が2つみたいな感じでこう二重になってるようなね、こんなようなやつもあります。こういうやつなんですけども、これですね、まあちょっとねこれで見てもらったら一番分かるんですけど、まあ何でもない ここがこう空気層になるんですよね。このここがね、で空気層になるので、これで、断熱性能をある程度作ることができるんですよ。でちなみにまあちょっと空気層がなんで断熱なんて思う人もいるんでね、熱伝導率っていう一つの、まあ、熱のその伝わりやすさをね表すそういう、まあ、尺度があるんですけども、例えばガラスっていうのはですね、だいたい 0.55 から 0.75 ぐらい、まあ 0.75 ワットパーメーターケルビンっていう、まあ、そういう単位があるんです。これぐらいの、まあ、熱を通しやすい。だこれ数値が多いほどその、まあ、断熱性が低いということになるんですよね。じゃあそれは紙ね、和紙とか紙はどれぐらいだと 0.06 桁で落ちます。だからガラスがいかにこう熱通しやすいか分かると思うんですけども、でそれでね、あとガラスの中にトリプルガラスとかダブルガラスとかペアガラスとかって言葉ありますけど、ガラスとガラスの間に乾燥した空気か、もしくはねええやつやったらアルゴンガスいうのが入ってるやつがあるんですよ。でちなみにアルゴンガスは 0.0164 やからえらい数値ちっちゃいから、それはアルゴンガス入れたらペアガラスとかトリプルガラスの性能上がるっていうの分かりますよね。もっと言うのでクリプトンガスとかもありますけど、まあ、ちょっと今日はまあアルゴンで説明させてもらいたいんですけども、でこのじゃあ一方空気はどうなんやっていうとですね、 0.0241 です。どうですか、結構前線してません？まあもちろんアルゴンほどじゃないんですけども、まあ、紙と比べてもぐっともう3分の1ぐらいになるし、もうガラスと比べたらもう全然なんですよね。なのでですね、熱伝導率以外にはそのいわゆるこう断熱材の厚みっていうことから言うと、まあペアガラスやトリプルガラスの隙間よりこの空気の隙間大きいじゃないですか。それから言うとですね、まあいわゆる断熱性能を違う意味で言う熱抵抗値で換算しても、まあすごくこれ結構優秀な断熱材になるっていうことになるんです。こいつをですからね、使うことによって上げたり下げたりすることで全部しまえば断熱がちょっと良くなる。で全部上げてしまえば元の窓の状態ってことになるから、断熱が可変上げたり下げたりできるっていう、そういうメリットっていうかこう付加価値があるんですよね。なんでこれをちょっと知っといてもらうとですね、非常にですね、冬場に快適に暮らせるし、夏場にも実は快適に暮らせるっていうことになります。でこれはね、まあ、見ていただいて分かりますけどね、これちょっとこうまあ全然僕の顔見えたりしませんけどね、うっすら光を通すんですよ。でこういうタイプを採光タイプって言いますけども、これがですね遮光タイプって言ってこう全然光通さへんようなもんもあるので、例えばこういうようなやつを寝室の窓につけたらこう
うっすら光入ったらちょっと目が覚めちゃうから嫌とかね、それから家の中であのプロジェクターでこうあの大画面で迫力の映画を見たいみたいな人には遮光タイプ使ってもらうと結構便利だったりするので、まあ、結構応用の効くそういうその窓 の, あのアクセサリーっていうことになってくるんですよね。で、このことによってなぜこれをあの進めていくかというと、あの僕たちそのパッシブ設計やっていく中で言うとですね、あの、まあ、やっぱり窓ってそれはトリプルにした方が性能がいいんですけども、ことを日射取得っていう、こう冬の光をしっかり取り込んだ時の熱収支って言って、ダブルにした時、トリプルに比べてダブルにしたら熱の損失するんですけども、太陽の光でいる夏 の, あのプラスがあるんですよね。このプラスとマイナスの熱収支で言うとプラスの方がちょっとあのお得っていうかいい目になるっていうところをあの計算上把握しているので、あのダブルを南の窓に持ってくること多いんですけども、でもね、一方太陽が陰っちゃったら寒いですよ、熱トリプルに比べたら損失するじゃないですかいう時に、こいつを下げてもらったら断熱がプラスになる、可変するんですよね。でそうするいうことになると、日が昇ってる時はしっかり取り込んで、落ちてもこれをやることでその弱点をカバーできるということがあるから、これをあのすごくこういいということでおすすめするっていうことになるんです。なのでここをちょっと知っといてもらいたいので、こう、まあ、よく知ってる人もいらっしゃると思うんですけども、まだまだねご存じない方もいらっしゃるし、今鬼畜の建物、あのもう建ってる建物の、あの開口部のアクセサリーとしてもこれを変えることによって非常にプラスになる部分もあるので、あのお伝えしたかったっていうことなんですね。でこのハニカムスクリーンを使うときに、あとポイント2つほどありましてね、2つ目がね、これをどうやって取り付けするかなんですよ。これあの窓の部分の開口部の断面図になるんですけどね、ここが床でここが窓の上側と思ってくださいね。でそうするとこれがあの大抵ね窓にはこう枠みたいなのが入ってたりしてることがあるので、ちょっとこう懐というか奥行きがあるんですよ。ここの間にちょうどねこいつぐらいの厚みやったらスポッと綺麗に入るんですよね。でこういう付け方をこの上側をつけるということなので点付けと言います。だから当然天井につけて長くやるということもできます。でこういうやり方、それからカーテンがそうなんですけど、あの窓のそういう枠の中じゃなくて外側につける、ね、カーテンレールで大抵外をついてるでしょ、ああいう感じで壁付けっていうやり方があります。でこれそれぞれに一長一短がありましてね、この点付けに関してはこの、ま、窓のこのフレームっていうかこの枠の中にすっぽり入るんですごくすっきり見えるんですよ。でなおかつこの綺麗にこう割とこう、まあ、隙間も何ぼか開くんですけどきちっと入るんで比較的あの断熱も担保しやすいっていうそういう利点がありますね。で壁付けはねそれで言うとですね、まあ、ドアあの窓といっても最近こうレバー型とかこういうやつとかで結構ねあのバリアフリーでこう取っ手がちっちゃかったらあのお年寄りなんか やった開けにくいから大きな開けやすい取っ手つけたりある時になったらその枠にあの結構出てるってことがあるんですよね。でその時は壁付けじゃないとうまく使えないんですよね、干渉するんでね。だからでその分だからそのなんていうか窓にぴったりじゃないのでちょっと大きめに作らなあかんので、あのレバーなんかの様だけにはならへんけども少しだけサイズが大きくなるみたいなことがあって、でこれをどういうふうに選ぶかっていうのもあのハニカムスクリーンにとってもとても重要なことになります。でね、そして最後にもう一つ重要な3つ目のポイントっていうのが操作の方式なんですよ。でこのハニカムっていうのはこういうブラインドなのでね、まあ、シャッターみたいなもんじゃないですか。なのでその動かし方に、まず電動タイプっていうのがあります。これ便利ですね。でこれはちょっともうあの後付けはちょっとしんどいので新築人ののみになるってことあると思いますけども、ね、ボタン一つでビューンと上がっててくれるからあの楽ですよね。まあ、でもその分ちょっとこう工事費用もいるし、あの制御に対するこう制御盤みたいなのもいるっていうところがあります。でね、まあ、一番僕たちがよく使っているポピュラーのこう手動タイプになります。で手動タイプにはね、4つあります。でこれちょっとよく理解しててくださいね。ハニカム今聞いてちょっとええやんって思う人はこれぜひしといてほしいんですけども、まずですねコードレスタイプっていうのがあります。まあ、これをですね上げたり下げたりするブラインドと一緒なんで、こうそれを操作する紐みたいなのがあるんですけども、これがなくてですねこう両側にこうレールがついてて、こうレールを滑っていってあのレール上でこう上げたり下げたりが制御できるっていうタイプがコードレスタイプです。
でちょっと高いです。高いけど割とそのこうブラブラ下がるものがないからすっきり見えることですね。次がコードタイプっていうやつです。こんな感じでこうよく見るブラインドですね。こう窓にこうついててシューッとやったらミュンと上がってパッと出したらあのストンと落ちるみたいな感じです。でこれの特徴は早いです。あの一気に開きますね。でこれが結構あの気持ちいいっていうところもあるんでそこですね。でそれであの以外でいうとこのコードタイプなんですけどね、上下コードタイプっていうのがあります。これね両側2本あってですね、すごいですよ。これがですね普通は上につけといてね、あのブラインドがこう上にこうビュッと上がるか下がるかだけになってしまうんです。これ途中に止められる、こんな感じで。なのでこの窓の上側を開けるとか下側を開けるということができるんです。でこれちょっと後でもう一回繰り返し詳しく説明しますけどね、これをあのハニカムスクリーンをよくやってるんですけど案外知らない人も多い。でもこれ あの素晴らしさを教えてくれたのはあの僕の法友のね小暮さんっていう方なんですけど、非常にこうあのあなるほどな、だからこれ価値あるんやねって教えてもらってすごい僕勉強になったんですけども、あのそれがあります。で最後にですねループコードタイプっていうのがあります。ループこうループになっててこう紐をガラ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 ってやってガラ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 ってやって締めて開けたりするタイプでですね、これはですねワンタッチに比べると欠点はあのシュッてやって開かへんんですよ。ガラ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 ってあの井戸水の鶴瓶みたいな感じでこうやるからね、あのちょっと手間いるんですよね。でもね利点もあってね、例えば吹き抜けのところに高いところの窓に人が上がられへんところに窓のこのスクリーンつけるときはあると便利です。こんな感じループをね長くできるんです。そうするとね大抵吹き抜けてこう窓閉めたいな、あのスクリーン閉めたいないときは1階によって1階閉めて次2階って感じになるじゃないですか。ほら2階上がらなあかんでしょ。でもこうループでこう長いでこうガラ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 と閉めれていくんで閉めたいときに一遍でできるっていう良さもあります。ただまあこのループがうまいこと下ろさへんかったらうるさいと、これが気になって仕方ないっていう人もいるんで、まあ、ここはまあどうやって上手に利用するかということになるんですけども、これがこれのタイプがあるというのを知っておいてもらうと、ハニカムスクリーンをよりあのフルにねこの持ってる力をあの使ってもらえるんじゃないかなと思います。で最後にねこの上下コードタイプっていうのを少し今回お勧めしたかったのは、ね、あの南側に窓つけてること多いでしょ、大きい窓をね。そうするとねあの南側道路とかあの、まあ、東側道路でもいいんですけども、あの道路とこの窓の離角距離が近い時に関してはですね、視線通ってる人の視線が気になる問題があるじゃないですか。でその時でもカーテンとかこういうスクリーン閉めちゃうとですね、せっかくの日当たりが台無しになったりしません？でもねこれで例えば上だけ光ってね、上から降り注ぐ光ですごく明るく感じるので、上だけ開けとくとか下だけ開けとく、両方をこう開けとくことによってね、上下こう開けることによってあのまあ半分ぐらい閉めてる感じにはなるかもしれない、まあいうか3分の1ぐらいかな、閉めてる感じになるけども、上と下から入ってくるから視線をカットしながらあの日射取得ができるんですよ。であの僕たちのねお手伝いするお客様もあの共働きの方が多くて、せっかく南に大きな窓作ったんやけども、なんかやっぱりあのなんていうかね、心地悪いっていうか心配やから言うて家出る時にこのスクリーンを閉め切って日中出ちゃう方っていうのがいるんですよね。でそうするとね、せっかく日射取得をして日射取得したら家は一定の断熱性能にしとったらこう熱を室内が蓄えてくれるんですよ。つまり暖房費が家帰ってきてああ寒いって暖房つけてもあの少なくて済む、暖房費がね。だからそのせっかく日射取得をしっかり考えた窓なのにこのカーテンとかこのスクリーンを閉めちゃうということで、あのせっかくのこのなんか効果が半減するということがあるんですよね。でこれだったらこれぐらい開けて出るんだったら抵抗がない方も多いというあの実感を私ねあの思いましたんで、やっぱり1階のね特にあの、まあ、2階にこれする人は2階は開けて出れるじゃないですか、人の目あんま気にならへんからね。でもまあ2階でも例えば向かいの家のなんか窓から丸見えでなんかそれも気になるようやったら2階にもこれつけたらいいですよね。だいたい人間の視線っていうのはそんな
あの全部の窓にいるんじゃなくて、あのバンドが決まってるというかね、ここが一番人間の視点来るよないうところだけあったら目隠しに十分なるんでね、そういう感じにやってもらうと、あの日射しとくと、そのことによって家の中の蓄熱が促進されるから、よりあの何ですかね、冬場は得できる、快適になるっていうことになります。でね、それからまああとはね、もう一つはですね、なかなかこれはマニアックな話になるんですけども、夏にエアコンかけて除湿をするんですけども、エアコンってね、最近優秀になりすぎてね、温度が一定になったら割とこう除湿を止めちゃうっていうところがあるんですよ。だけど温度は低くなるんやけどね、湿度がまだ低くなってないケースがよくある時に、それでもエアコンを働かせるって時に、これ裏技でね、ちょっとだけ太陽の熱を入れる、まあなんていうんですかね、家全体で再熱除湿型のエアコンに近いような働きをさせるみたいな、ちょっと裏技みたいなのがあって、これちょっと家作りがよく分かってる工務店さんなんかからこう話を聞いてもらうとね、ちょっと実験でまずやってみて、お、確かにちょっと光出たら俺暑いんか思ったら、温度は上がるんやけども快適になるっていうことがね、ちょっと分かったりするので、そこをこうちょっと意識してもらえるととてもいいのかなと思います。まあ、ちょっとハニカムスクリーン一つでちょっと長々喋りましたけど、ハニカムスクリーンは本当にすごいポテンシャルのあるものなんでね、ぜひちょっと皆さん知っておいていただいて、鬼畜の方も今ね、窓の回収って補助金ついてるからすごいこう流行ってるんですけど、窓だけじゃなくてこれも含めて考えると、より満足度が僕上がると思うんでね、リフォームとかリノベ考えてる人もぜひ頭に置いていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、こんな感じでね、なんだかんだいつも家作りについて解説をしてますので、よかったらねチャンネル登録をしてみてください。